はい、 SCP 極秘ファイルというゲームをやってみます。あの SCP っていうね、海外のサイトが元ネタのゲームなんですけど、まあ詳しいことは調べてもらった方が早いと思うんですけど、とにかく SCP っていうなんか異常な存在をね、観察して管理する秘密組織みたいなのがあるんですよ。でそれの職員になったらっていうのを体験するっていうゲームですね。なんか面白そうでしょいやなんかね、 SCP のことを全然知らなくても楽しめるゲームらしいんで、はい、まあ普通にやっていこうと思う。僕もね SCP そんな詳しいわけじゃなくて、まあそういうのがあるよっていうことぐらいしか知らない感じなんで、はい、まあ早速やってみましょうか。ゲーム開始。お、始まった。僕はカール、カール・アスタナ。あ、主人公がいるんだね、ちゃんと。数ヶ月前、僕はエル町のダイナーで卒業論文を書いていた。ここのパイは口に合うのだ。この店のパイは食えたもんじゃないな。ヘドワックス、あ、早い。僕は店内まだ空席があることを確認すると男に言った。どなたでしょう、僕に用事の人がさ。あ、まあ上でいいんじゃない、とりあえず。まあ、知らない男が座ってきたってことね。返事もせず言葉を続けた。君はもう卒業する。そして仕事を探している。我々はちょうど君にぴったりな仕事がある。神秘的で崇高な仕事だ。ほう。あ、これはだからその SCP に誘われてるってこと。一回断ってみる。興味ないです。焦るな。もっとじっくり考えたまえ。焦ってはないと思うけど。そう言って僕に名刺をくれた。両面は黒く、片面には大きくも小さくない。あ、SCP。お、すげえ、手紙？手紙をタップして開封。あ、開けた。あ、こんな感じで勧誘されんだ。SCP 財団へのご入職おめでとうございます。財団は貴殿の学質と素質を高く評価し、我々にふさわしい人材と確信しております。貴殿はアーキビスト助手として資料部門第3チームに配属されます。チャックアウア主任が貴殿の上長となります。2012年8月13日 M 9時にエリア警備室で職員証を受け取りください。今後のご活躍を期待しております。ほう。あ、なるほどね。もうじゃあ SCP に入職したってことね、これ。カールは。あ、ちゃんとこの誘われるところからやるんだね異常存在を管理する組織。おお、すげえすげえ。これカール？カール視点？人類の文明が始まってからこの世界にはあらゆる種類の道にあふれている。お、なんかある。それらの存在により人類の平和な生活を受け、え、あれが多分その異常存在だよね、管理して。我々の科学がいかに進歩しようと、いかに世界の限界を押し広げようと、うん、理解を超える異常な事物は存在し続ける。それらは何か、何のためにあるのか。このコンテナの数だけ異常存在がいるってことだな、地球に。この問題は人類を悩ませ正常な生活を脅かしている。おお、いるいる、なんかすごいのが。この状況を受け我々は SCP 財団を設立した。異常な物体、個体、現象を収容し世界の正常性を守る組織。あ、なるほど、世界を守ってるんだ。世界の大多数の人々が恐怖を知らずに生きられるようにするためだ。あれだ、メインブラックみたいな感じだな。おお、すげえ。人々が太陽の下で暮らすとき、我々は影の中でそれらと戦い、大衆の目に触れることを防ぐのだ。いや、かっけえ。なんか世の人々が理性的な普通の生活で生きられるよう、我々は確保し収容し保護する。え、すげえ、めっちゃいい導入だな。なんか、おお、スタッフロール、へえ。いや、なんかインディーズゲームだからさ、もっとチープな感じかと思ったけど、全然そんなことないな。映画みたい、なんか面白そう。あ、警備兵がいるわ。そう、なんかね、過酷な環境なんだよね、かなり。
異常な存在を管理する組織だからさ、普通に死人が出るっていう、なんかそういう設定だっていうのは知ってます。でもすげえワクワクする導入だな。あ、動ける。あ、もう動けるのか。おお、入り口。あ、こっから入り口なんだ。わ、めちゃくちゃ英語。おお、すごいすごいすごい。いや、出勤の時めっちゃ混雑しそうだな、あんな長いエレベーター。あ、なんか掲示板が全部英語。読めねえ。あ、誰もいない。あ、拾える。ああ、これあれか、入館証か。いや、めちゃくちゃ無防備だなこんな。あ、スワイプ。おお、開いた開いた。誰も人いないけど。おお、え、あ、しまった。ちょっとバーンって8割れみたいになっちゃった。わあ、すげえ。914号室に入る。はい。てか、いきなり9の位なのここ。地下9階ってことか。お、914光ってる。お、 WASD。 ああ、指紋を動かして。なんだこれ。お、ここが仕事部屋。縦長。すごい縦長。地震があったら死んじゃうよ。もうすでに散乱してんだけど。今日初日じゃないのかな。お、 SCPIA システム。おお、パソコンが起動してる。カール・アスタナ。あ、カールだ。誕生日1989。ああ、同年代だ。今後数多くの機密ファイルや極秘ファイルにアクセスすることになります。機密条項を理解し、財団の各条項を遵守。あ、同意します。はいはい、これにチェック入れろってことね。これでいいのか。 SCP 財団へようこそ。業務開始の前にアーカイブ部が日常業務で使用するツールをご紹介しましょう。はい。直属の上司がミッションをミッションモジュールに配布します。新たな任務がある場合はボタンが各点灯して知らせます。ここでは世界の各サイトの公開可能な動向を公開し、いつでも閲覧。めっちゃ公開言うじゃん。あ、業務の成功をお願い。ありがとうございます。ファイル、友達。あ、なにこれ。あ、チャット始まってる。あ、すいません、なんか勝手に入っちゃって。え、なに、めちゃくちゃ、あ、知らない人たちのチャットルーム入っちゃった。おはようみんなっつってる。あ、そうだ、うちのチームに新入りが来たわよ。カール？あ、あ、みんなに自己紹介してくれ。あ、カール。あ、あ、これは？選べるんだ。え、どっち？いや、でも、下のテンションじゃなくない？社会人のテンションじゃないよね、これ。いや、普通に社会人らしく行こう、カール。新入りだし。カール・アスタナです。カールと呼んでください。お、いいね。マサチュ、めっちゃ語るじゃん、お前。MI、カッコ MIT いらねえな。拍手。ああ、歓迎してくれてる。MIT? 大したお利口さんだな。あ、なんか。あ、もしかして MIT って嫌。なんか映画みたいなセリフ回しのやついる。ゲント・アンダーソン。いや、こんな喧嘩越しで行かなくていいだろ。上にしとけ。MIT って嫌われてます？違う違う。お前一人じゃない。名門大学では根こそぎ嫌い。めっちゃチャット書くじゃん。財団ってのは名門大学が好きだよな。そういう奴らを片っ端から資料部門に。あ、名門大学嫌いなんだ。ジョナサンのこと忘れたのか。ジョナサンって、うん。ジョナサンはハーバード。いや、スタンフォードだったか。まあいい、どうせお前らはみんな。こいつらタイピング早すぎないか。あんな大惨事になるのも当然だ。資料の管理に危険なんてあるんですか？うん。ジョナサン、なんかあったの？左手を失った。2日前に記憶処理剤打たれて家に帰った。全く思い出したくもね。新入り、ここは君が思うような場所ではない。あ。君は一度過去の自分を捨てて、ここで生き延びる術を学ばなければならない。誰も君の心配などしてくれない。自分で能力を証明するのだ。はい、会うわ、主任。ま、危ない職場だってことね。今回の新人研修はハム博士の担当か。これはきついぞ、カール。
エチケット袋を持って行った方がいいかもね。え、吐くってこと？財団でも指折りの優秀な収容スペシャリストよ。仕事に取りかかれ。カール覚えておくことだ。理性を保て、イフを忘れるな。めっちゃ脅かしてくるじゃん。あ、トレーニングシステム。はは、研修に参加すんのね、まずは。あ、これレイモンド・ハム。視聴ルームに入る。これか。え、新人研修何すんだろう。オリエンテーションかな。カール、自己紹介考えとけよ。面白いやつ。お、鍵は間もなく始まる。え、すごい。マジで仕事みたい。お、読み込んでる。ん？お、なんだ。ジェイソン・カーター元死刑囚だ。え、何これ。釈放と引き換えに SCP 財団で30日間働くことに同意した。なんかビデオ始まった。あ、こんな感じの研修なんだ。任務完了の暁には彼は晴れて自由の身だ。なんか運転免許講習みたい。ジェイソンに与えられたコードネームは D503。 おお、なんだ。30。え、1日目。うん。え、あ、あ、動かせる。え、なにこれ。あ、自分が体験すんのこれ。え、いい様子。なにこれ、面白。あ、自分が元死刑囚になるんだ。あー、で、そのビデオ見てるってことね、カールは。あ、防護スーツがある。え、これは謎の機械なんだ。あ、装備できる。おお、ジェイソン・カーター、何やらされんのこれ。え、でも多分そのお拾う異常な存在の管理をやらされるんだろうな、今。わあ、え、面白い、これ。何、どんなやつの相手させられんの。え、ああ、びっくりした。え、ジェイソンしかいないのこれ。他に誰も、おお、担当はいないのか。あ、エレベーターだ。エレベーターやってる。え、でも元死刑囚が担当させられるってすげえやばい相手で。あっ、あ、何これ。え、外だ。1日目、D503 は仕事について何も知らされていない。え、全ては彼自身で探し出さなければならない。あ、ゴミを収集だって。あ、車に乗る。おお、なんだこれ。あ、ゴミを集めればいいのこの砂漠で。え、何これ。お、マジで何やらされてるかわかんない。え、でもこれもあれだよね、管理なんだよね、超常現象の。え、なにこれ、面白い。あ、これか、ゴミ。レーダーに表示されてんのはゴミ。あ、これゴミっぽい。降りる。はい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 。お、拾う。ああ、長押しか。ジェイソンはゴミを拾って。壊れた車止め。へえ。あ、これが30キロ。だいぶ重いな、30キロ。よく乗せたな、チェイスな。あー、で、他のゴミも拾ったんやな。え、マジで何やらされてんの。あれかな、焼却炉、あのすげえ長いやつ。あ、なんかでも車が入れそうな、すげえ細いスロープが。これ大丈夫か。ジェイソンこれ、ああ、自動でやってくれてる。おー、入った入った。ここにゴミを捨てんのね。あ、あ、集めたやつが表示されている。レバーを下げて焼却を確定。はいはい、これね。勝って勝って、レバー。50キロを持ち上げるジェイソンがあれだけ苦労する。レバー、俺だったら絶対下げられないね。この担当がジェイソンでよかった。あー、これでゴミを処理したって。こうして D503 は1日目の仕事を終えた。え、何？
まあ、でもこれ30日やるんだろう。この後彼は精神状態検査を受けることが義務付けられている。精神状態検査、あ、これレベル2精神検査を受けてください。左側の断片を右側の四角い枠内にドラッグし隙間なく埋めてください。あ、パズルね。とりあえずここがこうで、これが、あ、待てよ、これ左下か、角だもんな絶対。で、あれ、ちょっと待てよ待てよ、え、結構難しくないよこれ。あ、待って、これ、あ、これ絶対あそこなのに。あ、こっち先か。あ、他のやつ触れないんだ。待って、あー、わかったわかった、これ右下だ、これ右下だ。これこうで、で、これがここで、これがここ。あ、識別成功。あ、第2問。で、こうで、こうでしょ。できた。正しく操作しました。あ、スコアが表示されてる。あ、4位だ。1位のやつ早っ。38秒。あ、本日の仕事完了しました。あ、1日減った。あ、そういうことね。あ、てか他にも被験者がいるんだな。これは食事、あ、ハンバーガー出てきた。めっちゃうまそう。ボリュームすげえ。えぇ、ー、いや、こんな扱い。あ、まあでも確かに元死刑囚だしな。普通にめっちゃ悪いやつなんだろうな、ジェイソン。あ、これは睡眠か。あ、これで1日目終了ってこと。おぉ、ベッド出てきた。なるほどね。これが D503 の実験初日となる。特に何もなかったけど。え、てか何がその異常存在だったの。こんな仕事が死刑囚を釈放に値するのかと思われた方もいるだろう。確かに30日これやったらいいって。今んとこは、う、誰、あ、ハム博士諸君ようこそ。私はサイト83所属のレイモンド・ハム博士。研修会へのご参加誠に感謝する。イケメンすぎな、ハム博士。SCP-7457 をご紹介したい。あ、そう、番号で呼ぶんだよね。先ほどご覧に入れたあの砂漠が SCP-7457 だ。 D-503 はこの砂漠の研究に協力してくれたボランティア。あの砂漠自体がそうなんだ。一帯を財団が隔離するまで329人がここで行方不明となった。人が行方不明になる砂漠。我々はその原因を探るべく封鎖に踏み切った。なるほどね。財団に着任したばかりの諸君がこれからお話しする SCP-7457 の経緯を知っておくことは有益だと考えている。その前に何か質問があれば。お、誰？はじめまして、ハム博士。第3機動部隊のウィルバートンです。イケメンしかいねえの、ここ。財団については前からある程度知っていましたが、アノマリーとは人間の形をしたものではないのでしょうか。SCP-7457 が砂漠というのは一体、アノマリー？アノマリーって何？いい質問だ、ウィル。池上先生。このような理解を絶するものや現象のことを、我々は、あ、なるほど、ね。人間型、場所型、物体型、我々の知る法則では説明できない様々な。あ、それをひっくるめてアノマリーって呼んでるんだ。アノマリーを確保し、封じ込め、一般市民から遠ざけることが財団の役目だ。で、それを元死刑囚に管理させてると。次の質問。実習生のマーク、いや、顔採用してんのか、SCP。映像では D503 が砂漠でゴミ拾いをしていましたよね。なぜこんなことやらせるのですか。アノマリーの解明と何の、お、いい質問だね、マーク。映像に映る一切が SCP-7457 の一部だということだ。SCP アノマリーというのは一見理解しがたいが、皆固有の法則がある。あれ、なんか生態みたいなのがあるんだよね、一個ずつに。最後まで見れば私の言っている意味がわかるだろう。あ、このゴミ拾い自体も続きを見ていこう。なんか理由があってさせてるってことね。評価面、最初の1週間は極めて正常だ。
しかし8日目に新たな展開があった。ほう、7日間は無事だったってこと。あ、ここからやるんだまた。へえ、何、新しい展開。あ、はい、じゃあスーツ着て機械持って、いやもう8日目ともなれば手慣れたもんだろうな。ジェイソンも鼻歌を歌いながらやる余裕も出てきそうだ。あの砂漠自体がアノマリーか。何が起きたのか確認してみよう。え、この後、おおお、え、あ、黒い、え、何、あ、これはシンプルに夜ってこと。あ、そういうことかな、単なる夜勤、夜勤ってだけか。じゃあゴミを収集しよう。でもな、ハム博士がなんかあるって言ってたからな。あ、やべえ、馬力当たりね。大丈夫かこれ。これ車が動かなくなったらどうすんだろう。なんとかしてくれんの。あ、いけたいけたいけた、とりあえずゴミをこの辺に。あ、あれか、これだな、ゴミ。オッケーオッケー、じゃあいつものように回収。何、腐食したドラム缶。え、なんだ、ゴミが腐っていってるとか。どこだ、あ、これ、これか。おお、なんだ、え、なんかウィーンってなった。おおおお、え、なんか動いてる。なにこれ、紐。おおお、え、なんか動いてた。え、これ何、拾っていいの、大丈夫。いや、ジェイソンよく拾う気になるな。奇妙なコードリール、黒いコードが絡みついたリール、固く巻きついており、中が何なのかわからない。見た目よりずっと重く持ち上げるのに苦労する。コードリール、コードがなんか動いてた。あれ、え、これが異常現象。え、普通に燃やしちゃっていいのかな。重量110キロあったの。いや、マジでジェイソン、どんな、おお、またウィーンなってる。え、大丈夫これ。しかし彼は最初のアノマリーに遭遇したことに気づいている。気づかなかったの？いや、なんか動いてたよね、コードが。あれがアノマリーってこと？動くコード。え、燃えちゃったよ。え、あ、精神テスト、精神検査。あ、はい、測定開始。三角形を含む画像3つ。これこれこれ、オッケー、確定だよね、あとないよな。続行、はい、計算結果5になる画像。あ、これこれ、あ、これか。はい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 、やべえ、全然わかんないかと思った。はい、確定。あー、オッケーオッケー、正解正解。また4位かよ、絶対4位だな。しかも結構今回団子だし、割と。仕事完了。おー、1日減った。でも確かになんかウィーンってなったよな、ジェイソン。あれ、今日ハンバーガー食わなくていいの、ジェイソン。いきなり寝ちゃうんだ。やっぱなんか体調に変化があったのか。あ、寝た。その夜 D503 の生体データに異常な揺らぎが現れた。揺らぎ、分析の結果 D503 はこの時夢を見ていたと考えられます。何、なんかザーザーしてる。夢、何の夢、どんな夢だったかは我々には知る由もない。なんか見えてるよ。これが夢、見せてもらっていいんですか、俺だけに。ハム博士も知らない夢を。なんだ、波、波だ、海。暗くてよく見えない。いや、何、自然、ネイチャー、雄大な自然が見えてます、ハム博士。これ多分夢だよね。なんだ、一個だけ赤いぞ、何あれ。バンやめろ、バンやめろ、バンやめろ。あ、優しいフェードアウト。あ、よかった。
ハム博士のドアップ来るかとちょっと身構えました。お、またこれハム博士タイムか。あ、ハム博士来た。8日目は一つの転機だった。 SCP-7457 が初めて D503 に影響を及ぼしたのだ。夢を見せたってこと？ここまで何か質問があれば。はじめまして、特別任務のスペンサー・ジョーンズです。女優さんみたいな動きだ。なぜこんなにゴミを拾わせているのかまだよくわかりません。心理的反応を見たいのなら砂漠に送り込めば済むのではないのでしょうか。あ、確かにゴミを拾わせる意味。心理検査も済んでいるならこんな仕事を与える必要ないように思いますが。我々の観察によれば SCP-7457 は8分37秒ごとに新しいゴミを生成する。あ、砂漠がゴミを生んでるの？定期的にゴミを収集しなければすぐ外の世界に溢れてしまうだろう。8分ってすごい短いな。それが生むゴミの量は人間が排出する廃棄物と比べれば微々たるものだ。しかし将来的に大きな問題に発展する可能性が否めない。あー、それで回収させてるんですね。これは反応を監視するだけでなくゴミの抑制にも役立つのだ。なるほど。もう一つ理由があるが、それは後に述べよう。実験開始から15日目、 SCP-7457 が D503 の体に大きな影響を与えていることが検出された。D503 のレーダー、つまり計測器の復元データから彼の行動経路が再現できる。それは悪い一日だった。最悪と言ってもいいだろう。最悪の一日。死刑囚ということを差し置いてもだ。え、何それ。15日目、何があったんだジェイソンに。お、ムービー。え、何。おーおーおー、またコードが。え、聞く。あ、ゴミを生んだってこと今砂漠が。あ、おーおー、あ、あ、いきなりこっからなんだ。え、これ、これ何。彼が持っているものとそっくりなレーダーを見つけた。え、そっくりな。お、携帯式レーダー。しかし D503 は特に気に留めなかったらしい。ジェイソン、いろいろ鈍すぎない。え、何、ジェイソンの持ち物をコピーしたってこと。砂漠が、どういうこと。え、まあこれもゴミ。あ、あ、これまたあれじゃない、コードじゃない、巻きついてる。いや、ほら、あ、ほら、またこれだよ。これさ、なんか、え？人間サイズじゃない？違うかな？奇妙なコードリール。前拾ったやつと一緒か。重量100キロ。はい、焼却。え、捨てられたタイヤ？ああ、これは。ジェイソンが拾ってたやつね。さっき名状しがたい症状が D503 を苦しめた。え、彼はなんとかその日の仕事を終えた。何、名状しがたい症状って。まあでも分かんないか、直接聞けないから。彼に災難が降りかかった。災難。おお、なんだ、砂嵐。え、これは砂漠が起こしてるのか。 D503 は帰り道を見失い砂嵐の中をさまよい続けた。え、初めての展開。おお、砂漠で遭難したってこと。え、あ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 、動けんのか。なんだ、あ、なんか赤く光ってるぞ。あ、あそこ目指せってこと。お、何あれ、なんか建物がある。あそこ行ったらいいのか。行こう、とりあえず。このなんかさ、コードみたいな埋まってるの、これがアノマリーなのかな。あ、これ、あ、帰るとこじゃない。あ、やっぱり、やっぱり、あ、家だ。あ、自力で戻ってきた。
今にも力つけようとしたその時、 D503 サイトにたどり着いた。しかしそこは彼の知る場所だ。あ、何これ。あ、急なホラー展開。何、すごい囁かれてる。なんかおじさんにすごい耳元で囁かれ、何このおっさん ASMR。 誰かいる。誰だ。うわもう絶対バンのやつじゃん。気をつけろジェイソン、得意の腕力で。おー、なんかバグってる。またこの映像、夢で見た景色。なんなのあれ、なんかあるよね。いろんな景色が見つかる。なんだ、真っ暗になった。進んでない。 ASMR が消えた。何、なんか書いてある。 LIE ライ、嘘、嘘って何。なんかいる。これはなんだ。ジェイソン、ジェイソンじゃないやっぱり。これコピーを作ってるんじゃないかこの砂漠。コードが消えた。いや見るの、見ちゃうの。なんだ。なんか中が見える。何これ。なんか出てきた。何、コードの前、パスタ、パスタ出てきた。うわージェイソン。またこれだ。ジェイソンどうなった。ジェイソン死んだのか今ので。何これ。電話、電話ボックス。何、どういうこと。なんで赤い電話ボックス。なんだ。数字がランダムに。どういうこと。感じたことはないか。知らない声に呼ばれているような感覚。うわあ、ちょっと待って。おい、ハム博士、ハム博士だろ今の。何今の綺麗な目は。ハム博士、約13時間後、全身を震わせながら D503 がサイト08に戻った。戻ってきたんだジェイソン、よく戻ってこれたな。我々は直ちに精神検査を行った。動かせる。この精神検査は自分でやるのかジェイソンが。大丈夫。なんかもう視界がぼやけてる。時間ないね。ぐにゃって。何、生体データに巨大な揺らぎが発生していた。何揺らぎ。なんか、頭おかしくなってるジェイソン。不合格、精神検査不合格、任務は中止。中止。ジェイソン、おいっす。お前得意の腕力出た。壊しちゃったよ。引き離す。モニターを。 D503 は財団の成果を出した。脱走しちゃったの。おい、ジェイソンの行動力。もうこれ出ちゃっていいの。すごい。 D503 は過去に S… うわー7678計算化した。 D クラス職員のデータを見て、わわわわ、もうめちゃくちゃ合ってんじゃん。 SCP-7457 に入った D クラス職員は一人たりとも砂漠から出られていないのだ。実験に参加した人、生存者がいないってことか。ジェイソン脱走しちゃった。車があるぞ。いや絶対これで。なるほど、砂漠自体から逃げ出そうとしてってことね。いやこれ逃げ出せんのか。ジェイソンもうおかしくなっちゃってるし、とりあえず行けるとこまで行ってみよう。多分そういうことだろ。これジェイソンの大脱走だ。暗い。ムービー、前見えてなくねこれ。すごい走ってる砂漠を。ゴミがまた生まれてる。またこのゴミだ。横転したジェイソン。いやそりゃ無茶だわ、こんな視界悪い中。ジェイソン、いやどこ、なんか街の中に来てる。
何これ、え、横転した時砂漠だったよな。え、何これ、え、もう完全に D503 の呼び声を聞いた。呼び声、え、完全にヤバいとこ来ちゃってるじゃん。人はしばしば運命を自分が握っていると思い込む。何それ、全ての選択は自分の自由意志であると錯覚。いや、アンビリーバボーのたけしみたい。何これ。しかしこの世界で人間がいかにちっぽけな存在であるかを知らない。未知の存在の前で我々は所詮広大な砂漠をさまよう虫けらにすぎないのだ。いや、マジでアンビリーバボーのたけしじゃん。いや、まとめに入ってるハム博士が。何、あ、電話ボックス、夢で見た。あ、なんだこれ、何かあるぞ。クレーター、あ、コードだ、コードがいっぱい。うわ、なんだこれ、ゴミ、ゴミのボス、ゴミのボスが、あ、違う、電話ボックスからコードが出てるんだこれ。え、どういうこと。おお、受話器が浮いている。なんだこれ、こいつが SCP、 その本体ってこと、砂漠のこの電話ボックスが。おお、何これ、え、あ、あ、ジェイソン、ああ、巻きつかれてるコードに。ジェイソン、あ、おお、締め付けられた。D503 は自分の心に従った。え、あ、何、え、何これ、動けない。あー、やっぱり、あ、あー、で、別のまた被験者が回収しに来た。何、だから獲物を、あー、焼却された。ジェイソン、獲物をおびき寄せてゴミに変えちゃうとか、そういうことなのかな、この砂漠は。終わった、終わったよな、さすがにこれは。48日後、実験に参加した D722 が回収施設から49キロの地点で D503 のレーダーを発見した。レーダー、我々が見たものはその中から得られたものだ。以上より SCP-7457 に侵入した人間は特定機関にさまざまなストレスを受けることがわかる。それにより神経系の乱れや不可解な幻覚を体験する。全部幻覚ってこと。でもコードに巻きついてたの、本当だよ。現在まで砂漠を無事に離れることができた参加者はいない。この2267平方マイルの土地で財団はもう31名の D クラス職員を失った。 D クラス職員っていうのが元死刑囚ね。実験はなおも続いている。諸君がこれから財団で立ち向かうのは魑魅魍魎のアノマリーたちである。諸君らを狂わせ殺し、あるいは死より恐ろしい目に遭わせようとするだろう。SCP-7457 はまさに今後諸君が対峙する存在の縮図と言えよう。そう、これ研修だったな。財団に加入するまで諸君は各分野の第一線で活躍していた。 FBI エージェント、セキュリティ研究員。なるほどね、優秀な人材が集められてんのね。 SCP には諸君の知能も実績も通用しない。頂上の存在だもんな。博士号や肩書きをいくつ持っていようが関係ない。アノマリーの前では全て自義に等しい。めちゃくちゃ脅してくる。最も重要なアドバイスを覚えておいてほしい。はい。危険を犯すな。さもなくば死ぬ。諸君は自分が思うほど特別ではない。もしアノマリーに遭遇したら、プライドなど捨てて一目散に逃げよ。それが唯一できることである。ここには神などいないのだから。新人諸君、財団へようこそ。うわー、これにて入団研修の最初の授業終わる。いや、もうこれ初日で退職するやつ出てくるだろう。
あー終わった、へー、あ、コースを評価してください。何、あー評価できんの、満足度。いやいやいや、いやそれはもう満点ですよハム博士。いや導入としては満点、めっちゃ面白かった。これ何、よし、もしルールに注意しなければ、あーなるほど、少年団の教官が新人を脅かしてるように見えなかった、あー意見を書けるわけね。まあ何もなしでいいだろ。はい、フィードバックありがとうございます。いやーこれすげえな、面白かったな導入。え、でこれはまた友達か、あ、あカール、どうだった、率直に言うと気分が悪いです、誰かアスピリンを、あーやっぱ気分悪くなっちゃったんだカール、まあ、確かにな。おいおい床に吐かないでくれよ、完全に命に関わる仕事だもんな。カールこれは序の口よ、早くここに慣れてね、めちゃくちゃ脅してくるゾーイ、優しげに見えて厳しい、そう、それに先輩たちはとても教えたがりだからねカール。よしてよスチュアート、ありがとうございます、だいぶ良くなりました。あ本当にチャットしてるだけで、何はともあれ SCP にようこそカール。いやカール大丈夫か、明日も来れんのかこれ。この1時間地獄だった、他の人たちはどう耐え抜いたか知らないが、僕は検証を抜け出した、崖から飛び降りると冷たい水の中に落ち、まともに水を喉に詰まらせてしまった、僕はなぜこんなことを思い浮かべたのだろう、崖にも滝にも行ったことないのに、けれどもあまり死んでしまっていた、食堂のビュッフェで何か食べよう、そうすれば胃が落ち着くに違いない、ビュッフェで何か食べる食べれんの、気分悪いのに、食欲旺盛。あーカール研修抜け出しちゃったのか、まあ、それぐらいショックだったってことだろうな。あパソコン起動してる、はあなるほどね、面白、はい、じゃあとりあえず今回はこの辺しときましょうか。いやなんかこんな感じであれなのかな、 SCP の生態というか、なんかどういうのがいるのかっていうのを知っていくみたいなゲームなんですかね。めっちゃ面白いなこれ、なんかあのちょっと世にも奇妙な物語みたいなね、そういう雰囲気もありますよね。面白かったな、これまたいつかね続きやってもいいですね。はい、じゃあということでありがとうございました、面白かったこれ。